んなるぺこです。アロヘマリサです。モモアです。ネオンです。リクロです。イエーイ。はい、ということで今回は新面 JK のみずきちゃんとネオンちゃん VS 現役 JK のわなぺこちゃん、マリサちゃんと有面 JK のモモでお対決をしたいと思います。イエーイ。モモはこっちに入ります。なんでこことここの対決になります。モモさんは10年、そうですね、まあ、卒業できなかった人です。まあでも卒業してないんで一応ね、まだ制服もコスプレじゃないよってことで。そうです。でもさ、年的に言ったらさ、ここで現役じゃないのよ、この中で気まずい。まあね、もう1年 JK できるってことでね。はい、ありがとうございます。この中でモテ対決したことある人、はい、2人だ。誰が一番モテると思う？マナちゃんがめっちゃあざといから今回めちゃめちゃあざといからモテそうだよね。白っていうのもさ、なんか男気っぽくてかわいい。みずきちゃんとかもモテそう。ザ・モテ JK みたいな。ねおちゃんは強めの男にモテそう。初めてのモテたい人の方も何人かいるんですけど、頑張っていきましょう。イエーイ。はい、主の制服はこんな感じです。じゃーん。今日の制服のポイントはベストを着てみました。ゲルゲルしいベージュとかグレーじゃなくて、あえての紺を選んで清楚な部分もあるよみたいな感じで選びました。モモ以外の全員が現役 JK ってことなんで、現役の JK にも負けないように頑張ります。ミーコロのモテ制服ポイントを解説します。制服のポイントはこの緑の、自分の好きな色が緑なのでスカートも緑にしようと思ったのと、ここ折ってやっぱりギャルなので足を長く見せれるように折りました。モテるっていうか噂でやっぱりちょっと清楚な感じ、清楚ギャル系の方がやっぱりモテるかなと思って、こういうファッションにしました。やっぱり初めてってことで自信とかあんまりないんですけど、緊張するんですけどアピールしまくって選んでもらえるように頑張りたいと思います。マリサのモテ対決コーデはこんな感じです。でポイントは1年前の制服対決もちょっと同じ世代になっちゃってるんですけど、やっぱりこの時期はパステルカラーがいいんですよ。絶対にいいんですよ。そしてブレザーを身につけてる理由は優等生感もちょっと追加して、でもちょっとこの胸元を開けてギャル要素も追加してっていう感じで両方を狙っていけるようにブレザーを着てみました。今回こそ1位を取りたいので頑張っていきたいと思います。マナぺこのモテ対決制服コーデはこんな感じです。まずルーズはギャルの命なので絶対履きます。で、セーターは珍しく白にして明るくいきたいので白にしました。あと今日は甘めがテーマなので白で巻き巻きにして、あとハーフアップで髪の毛がモテ要素かなって思います。初めてのモテ対決なのでみんなに負けないぐらいちょっと頑張りたいと思います。ネオンの今日のモテコーデ対決はこちらです。ポイントはネオンのイメージなんですけど、ギャルって言ったら青シャツかなと思って青シャツ着たのと、ギャルは腰巻きなんで腰巻きにしたのと、いつもローファーなんですけどヒョウ柄の厚底で超ルーズと合うような感じにしてみました。このスカートにちょっと赤が入ってて、でネクタイも赤にしたんですけど、やっぱ男の子って赤好きじゃないですか。だから赤で勝負していきたいと思います。今回初めて挑戦するんですけど、みんな可愛いんで負けないように1位取っていきたいと思います。頑張ります。はい、ということでセンター街に着いたので渋谷のお兄さんたちに声をかけていきたいと思います。イエーイ。いきます。はい、ということで1組目のお兄さんたちに来てもらいました。イエーイ。ありがとうございます。好きな女の子のタイプ聞いてもいいですか？はい、僕は綺麗系が好きです。僕も綺麗系です。ちなみにギャルは好きですか？ギャルも好きです。いとこがギャルっぽい感じ。放課後一緒にクレープ食べに行きましょう。おうちデートが好きなのでおうちでゆっくりしましょう。この中だったら一番最年長だしきれいめのメイクもできるんで、よかったらお願いします。制服でタピオカ飲みに行きましょう。よかったらデートしましょう。せーの、お願いします。なんで選んだかの理由を、じゃあ辰野お兄さんから。はい、髪色が好きな色だったのでそうです髪色ですね。顔小さくて髪型が好きな結構タイプだったので。ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます、ありがとうございます。マジで。はい、次のお兄さんたちに来てもらいました。イエーイ、ありがとうございます。ちなみに今何歳ですか、2人とも。19歳です。19ですね。19歳、はい、好きな女の子のタイプはショートカット逆に僕はロングです。おお、いっぱいいますね。放課後ディズニー一緒に行きましょう。ショッピングとかおうちデートが好きなので、したいことたくさんしましょう。この中で一番ショートです。映画デート行きましょう、お願いします。制服デートしましょう、お願いします。行きます、せーの、お願いします。せーの、お願いします。え、やったー、ショート好き2人とも水木それぞれ水木を選んだ理由を教えてください。髪の毛がロングっていうのもありますし、ちょっと清楚そうなギャルやってますね。清楚なギャルが好きなんで、はい。ありがとうございます。顔が可愛かったから。初めてなのにまさか2回目で選ばれると思ってなかったので、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、3組目のお兄さんたちに来てもらいました。イエーイ。ありがとうございます。好きな女の子のタイプとかありますか？ああ、まあ僕はそうですね、好きな子がいるんで、もうその子がタイプです。俺たちもそうだよな。そうだね。みんなから黙って。仕方ないですね。やばいね。俺は清楚系が好きかな。ああ、いくよ、せーの、お願いします。せーの、あ、じゃあそのままで。ありがとうございます。ありがとうございます。選んだ理由を教えてください。なんか清楚で可愛いなと思ったんで選んじゃいましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。シンプルに一番可愛かったんで嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとなく雰囲気が一番好きだったんで嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ中間発表です。はい、モノペコは2票です。ゼロです。ゼロです。1票です。4票です。おお、断トツだね。すごい、すごい、嬉しいです。JK が4票だ。あ、5か。あ、めっちゃボロ負けじゃん。うちら。やばい。引きまでも取ろうかな。頑張ります。頑張ります。はい、やっと見つかったのが15人さんたちです。ありがとうございます。ありがとうございます。タイプをお伺いしたいなと。どちらかといえば清楚系の方が。自分は一緒にいて面白い人が好きです。あ、そりゃ。清楚系が好きです。放課後一緒にクレープ食べに行きましょう。私関西人なので結構面白いこと言える自信はあるので、ぜひよかったらお願いします。たまにはギャル冒険してみませんか？一緒にショッピングしに行きたいです。一緒に制服デートしましょう。せーの、お願いします。せーの一番中だったらタイプでした。ありがとうございます。一緒にいて楽しそうだなっていうイメージが膨らみました。ありがとうございます。自分も5人の中だったらタイプかなって思いました。なるほど、嬉しいです。ありがとうございます。すごいね、今日めちゃめちゃ選ばれて。やばくないですか？もう幸せいっぱいです。お兄さんたちご協力どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで次のお兄さん方に来てもらいました。イエーイ。高校生ですか？高校生です。はい。お兄さんたちの好きな女の子のタイプ聞いてもいいですか？ショートよりはロングの方がいいと思います。はい。俺はでもボブが一番好きです。俺ショートが好きです。ロングが一番いいです。ロングヘア。はい。ロングヘア。ロングヘア。じゃあ行きます。せーの、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいんだけど、マジで。じゃあまずモモを選んでくれた理由を教えてください。普通に直感でいいなと。うわー、やっぱな、モモ直感で一番かっこいいと思ったもん。ありがとうございます。Muy bien, escasito, sucedido. 髪の毛の色がめちゃめちゃタイプだったらしい。なるほど、ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。顔がシュッとしてて可愛らしかったんで。ありがとうございます。どういたしまして。はい。髪色明るい方が好き。なんか明るすぎるのよりもやっぱこれぐらいの方がなんかちょうどよくていいなと思います。ありがとうございます。顔立ちがクールだなと思って。おお、いい褒め言葉。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ラスト、めちゃくちゃイケメンなお兄さん2人組に来てもらいました。ありがとうございます。はい、今何歳ですか？今20です。好きな女の子のタイプ聞いてもいいですか？明るい子が好きです。おー、なるほど。自分はギャル好きです。湧いた湧いた湧いちゃったね。一緒にいたらずっと楽しませます。私はおうちデートが大好きなので、ぜひよかったらおうちで楽しみましょう。私は18でお兄さんたちと一番年齢が近いので気が一番合うと思います。食べ歩きデート一緒にしたいです。一緒に制服デートしましょう。お願いします。どうしよう、マジで選べなくない？選べた？せーの、お願いします。せーの、お顔上げてください。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。マジですか？はい、ありがとうございます。嬉しいイケメン。美月を選んだ理由を教えてください。あまり自分メイクが濃い人が好きじゃなくて、比較的一番ナチュラルメイクだったので、ちょっと惹かれるものがあって選びました。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。選んでくれた理由をお願いします。理由、なんだろう。可愛かったです。やばい。もう一番イケメンに選ばれた。かっこいいです。絶対嘘。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。モテ対決終了しました。イエーイ。ありがとうございました。みんなやってみてどうでしたか？髪の毛染めなかった方が良かったかなって。でもやっぱさ、ギャルじゃなくてセンスが好き。確かにやっぱりだから。じゃあ一人ずつ投票結果発表しましょうか。まずまなぺこは2票もらいました。ゼロです。次頑張ろう。頑張ります。2票です。3票です。8票です。やばい。入れなくなっちゃってるもん。じゃあ1位の美月から感想を。初めての参加でめっちゃ緊張したんですけど、まさか自分がほんまに選ばれると思ってなくて、めちゃめちゃもう幸せいっぱいです。ありがとうございます。今回2位でちょっと残念だったんで、次1位になれるようにやっぱ関西人なんで関西で勝負したいと思います。今回3位だったんですけど、次は夕方の6時ぐらいにやりたいなって思います。P がいっぱいいそうな時間がいいな。1票しか獲得できなくて、やっぱもう制服はきついかなって思ったんで、次は私服で夜やりたいなって思います。私ちょっとゼロだったんですけど、今まで結構2位とか上位に入れてたはずなんですけど、髪だけを染めたからかちょっと太ったのかわかんないんですけど、次は上位に入れるように精一杯頑張りたいと思います。もうちょっと明るめなところで4時ぐらいの時間帯がいいかなって思います。またリベンジさせてください。はい、ってことで新面 JK11対こちら3で負けです。負けです。すごい。マジですごい。期待の新人ってことですね。こちらも頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ということで今回も最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。